皆様こんばんは、ささやきニュカアクアです。今日は歴史上の王に捨てられ、その後むしろ勝ち組になった女性たちをテーマにお話しします。まず、メアリー・ブーリン。彼女はテューダー朝イングランド王ヘンリー8世の愛人の一人ですが、その人生はしばしば姉または妹、アン・ムーリンの陰に隠れがちです。王妃にはなったものの王の寵愛を失うことで儚く散ったアンの人生に対して、メアリーの人生は王の愛を失った後も続きました。次にルイ15世の愛人として知られるマリー・ルイーズ・オミュルヒー。彼女は宮廷で地位を失いながらも、その後の人生で成功を収めたことで知られています。彼女の知られざる勝利について話していきましょう。そして、オーストリア公妃、シシーの姉であったヘレーネ・イン・バイエルン。彼女は皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の最初の花嫁候補でしたが、妹シシーにその座を奪われます。しかし、ヘレーネはこの失望を乗り越え、自己実現を果たしました。これらの女性たちの物語は、失恋や失望を乗り越え、自分の道を切り開く力に満ちています。それでは歴史のページをめくり、彼女たちの勝ち組の人生を一緒に見ていきましょう。メアリー・ブーリンは、テューダー朝のイングランド王ヘンリー8世の2番目の王妃アン・ブーリンの姉妹です。どちらが姉であったかについては、歴史家の間で諸説あるようです。アン・ブーリンはエリザベス1世の生母で、約1000日間だけヘンリー王の妃として君臨した後、処刑されたことで有名です。メアリーはヘンリー8世とアンが結婚する前の数年前、1520年代初頭から中頃の短期間、ヘンリー8世の愛人だったと考えられています。メアリーはしばしば妹によって王の愛を奪われた悲劇的な人物として描かれがちです。しかし実際のところ、メアリーの人生が必ずしも悲劇的だったというわけでもなさそうです。10代の頃、メアリーは姉妹のアンと共にフランス宮廷に渡っていたのですが、先に帰国してアンとは異なるその美貌をヘンリー8世に見初められて愛人となりました。アンの方は外見的魅力に乏しかったのですが、美貌であったメアリーは縁談があり、1520年にイングランド貴族サー・ウィリアム・ケアリーの妻となっていたため、最初からヘンリー8世の再婚相手とはみなされず、愛人として遇されたのです。さて、メアリーは16歳の時に第一子となる息子を出産しました。メアリーは人生の中で二度結婚しており、メアリーの二度目の結婚はサー・ウィリアム・スタフォードという人物で、それは恋愛結婚でした。ウィリアム・スタフォードは貴族階級の著名な家の生まれではあったものの、次男に過ぎず、当時はただの兵士としてヘンリー8世に仕えていました。そのためメアリーのこの二度目の結婚はヘンリー王とアン王妃によって受け入れられないと判断され、メアリーは家族から追放されました。単純にふさわしくない恋人と恋に落ちた姉妹に対する残酷な反応のようにも見えますが、当時は許可なく秘密裏に結婚するのは問題行為で、メアリーは妹のアン・ブーリン王妃とヘンリー王によって王宮から追放されただけでなく、家族からも感動されたのです。ちなみにこの二度目の結婚でも二人の子供が生まれています。さて、家族から感動されたメアリーは1534年以降、妹のアンに二度と会うことはありませんでした。そしてアンは1535年にヘンリー王に処刑され、同時に弟のジョージも処刑されたため、皮肉なことに、感動されたメアリーは、ブーリン家の唯一の生き残りとなりました。メアリー・ブーリンは、1543年まで生き、ブーリンの所有地であるエセックスのロッジフォードホールで、40代半ばで人知れず亡くなりました。メアリーが後に、英国史上最も象徴的な君主の一人となる、姪のエリザベス一世と接触したとは考えられませんが、メアリーの息子、ヘンリー・ケアリーは、後にはエリザベス一世によって最終的に貴族に列せられ、ハドソン卿の称号を与えられました。というのも、ヘンリー・ケアリーは、表向きはメアリーの一度目の結婚の際の子供とされているのですが、
実はメアリーとヘンリー8世との間の息子であった可能性があるようです。メアリーとヘンリー王の関係は1525年半ばに終わり、それから9ヶ月も経たない1526年3月、彼女はヘンリーと名付けた息子を出産しました。この少年は王の私生児であると広く考えられていました。この件については憶測が飛び交っているものの、少年は赤毛でヘンリー王によく似ていたそうです。ヘンリー王は妻の姉の子供を自分の子供として認めるのは恥ずかしいことだったからか、決して認めなかったのですが、ヘンリー・キャリーはエリザベス一世によって最終的に貴族に列せられ、ハドソン卿の称号を与えられたのです。なお、メアリー・ブーリンの子孫には、エリザベス一世の長身、エセックス伯ロバート・デバルーのほか、ウィンストン・チャーチル、エリザベス王太后、ダイアナ妃、セーラ妃、チャールズ・ダーウィンなどの多くの有名人が含まれます。鹿の園は、2、3階建ての中流貴族が持つような、目立たない質素な建物だ。そこはハーレムという噂も立っていたが、決してそういった豪華な邸ではない。その頃、マリー・ルイズ・オモルフィーというロココの画家ブーシェのモデルを務めていた女性がいた。オモルフィーはブーシェが描いたこのオダリスクという絵で当時すでに有名だった。ルイ15世は絵の中で見せるオモルフィーの惜しげもなくさらされた裸体美に惚れて、彼女を住まわせるためにこの建物を用意させたのだ。マリー・ルイズ・オモルフィーの年齢は若干14歳だ。この頃ルイ15世は41歳。そして後に鹿の園で共同生活を送る幾人かの女性の年齢はオモルフィーに限らず、揃えも揃って15歳にも満たない年齢で、中には12、3歳の少女もいた。しかしそれは、ルイ15世がロリコンだったからという理由からではない。ルイ15世は、絶対的な権力を持ち、すべては王の手中にある。そして未だ衰えを知らない。男らしく魅力的な要望を持っている。ところが、怖いものなど何もないというわけではなかった。ルイ15世が恐れるもの、それは退屈と梅毒である。梅毒は性病の一つであるが、当時は良い治療法もなく、死につながる怖い病気だった。王は女性から梅毒を移されることを恐れていたのだ。鹿の園は王が安全な女性と関係を持つための館で、その女性を安全に食べることができるか、お毒味役をする侍従までいたのだ。その頃それほどパリで汚れのない、綺麗な体の娘を探すことは難しかったとも言える。そのうち月給が出るという条件で、そこに若い娘が斡旋されるようになっていった。貧しい家庭出身の、鹿の園の娘たちは、大半が半年から一年という短い期間で交代しており、オモルフィーだけが例外的に長かった。ところで、その頃ベルサイユには、愛称のポンパドール夫人がいた。ポンパドール夫人は、ルイ15世より10歳年下だが、それでも肉体的に力尽きて、やつれを見せ始めていた。しかし彼女は問題を解決しようとする力とアイデアを持っていた。王が性欲を発散する相手が娼婦なら、長期の座を奪われる心配はないと思った。国王の快楽を自分が管理すれば、女同士で競争する必要がなくなるというのが、彼女が出した結論だったのだ。そもそもポンパドール夫人の管理に置かれるまでは、鹿の園は月給は出るものの、女たちの楽園ではありえなかった。ルイ15世を含め、男性のみで運営されていたそこは、なべて無神経でずさんだった。男性たちは、妊娠、出産、そういったことに、
年頃に世話を焼くという発想を持ち合わせていなかったのだ。ポンパドール夫人は妊娠が判明すればその女性を速やかに別宅に移す、無事に出産が果たされればお勤めは終わりだからと暇を出し、しかるべき額の年金が支払われるように手配した。それを持参金代わりとしながら役人や軍人といった手堅い先に縁付けて第二の人生を設計してやった。そうまで年頃に世話を焼くのはポンパドール夫人自身がまだ10代だったマナ娘を失っていたことも無関係ではなかったかもしれない。どんな経緯があって生まれてくる子供であろうと、母親にとっては愛しい子供であり宝物であることに変わりはない。生まれた子供に死なれてしまったポンパドール夫人は新しい命をおろそかにする気にはなれないのだ。あるいはまだ10代という鹿の園の少女たちに娘を重ねるところもあったかもしれない。いずれにせよ鹿の園の少女たちにとってもポンパドール夫人はほとんど守護天使のような存在だった。そして一方のルイ15世にとってもまたしかりだ。男の身勝手な後始末までつけてもらってルイ15世は涙する。情けなくて恥ずかしくて、それなのに彼女は受け止めてくれて心からありがたくて涙せずにはいられなくなる。そしてポンパドール夫人の地位は盤石になった。盤石たろうと計らなくても勝手に揺るぎなくなっていった。しかしオモルフィーも公式な長期になるのは時間の問題かとも言われていた。この娘に己の野心を託し、宮廷政治の逆転をかける輩さえいた。ある日オモルフィーは寝台の中のルイ15世の耳元である歌を歌った。狩りの馬も入れ替え時、ブチの大きなメス馬で今となっては狩りの役にも立ちゃしない、公爵夫人と呼ばれる馬さ。おっとっと、もう一人陛下がお乗りにならないといえばくたびれた公爵夫人がいたものだっけ。そしてオモルフィーは言った。ねえ、あのコケットばあさんとは今どういうことになってるの。コケットばあさんとは、決まってるでしょ、あのばあさんよ、ポンパドールとかいう。ルイ15世の顔色がさっと変わって、王は寝台から離れた。そういう歌か、公爵夫人を追放しろという歌か、ベルサイユごときの権力を握るために誰かに入れ知恵されたな。公爵夫人を蹴落とすことしか考えられないとは、情けない、なんと情けないことか。オモルフィーの結婚が決まったのはそれから間もなくのことで、彼女は鹿の園にさえ二度と戻ることはなかった。マリー・ルイーズ・オミルヒは若くして国王の愛人となり、約2年間この立場を保ちました。しかし彼女は王室でより高い地位を求め、国王の長年の愛人であるポンパドール夫人の立場を奪おうとし、この野心的な行動が彼女の失脚を招き、1755年11月、彼女は鹿の園の家から追放されました。彼女はパリへ戻るよう命じられ、そこで結婚命令を受け入れることになります。マリー・ルイーズは1755年11月25日に、ジャック・ペレド・ボーフランシェと急遽結婚しました。この結婚はポンパドール夫人の側近によって取り決められ、彼女の夫は慎重に選ばれました。ボーフランシェは優秀な軍人でしたが、財産はありませんでした。しかし王の命令に従い二人は結婚しました。結婚式は1755年11月27日に、聖イノセント教区で密かに行われ、このようにして、かつての国王の愛人であったマリー・ルイーズ・オミルヒーの人生は、新たな章へと移り変わりました。そしてマリー・ルイーズは結婚後間もなく妊娠し、1756年に最初の子を出産しました。しかし、夫ジャックは1757年に戦死し、彼女は間もなく息子を出産しました。その2年後の1759年には、2番目の夫、
フラグアーク伯爵と結婚しました。この結婚を通じてマリー・ルイーズにはさらなる追加の資産が加わったと同時に、なんとポンパドール夫人と親戚関係になりました。この頃のマリー・ルイーズは非常に裕福でした。というのも彼女はまず国王ルイ15世から持参金として受け取った偽装寄付金20万リーブルを活用してパリとビレンヌ・シェルセーヌに不動産を購入していました。そしてさらには金融業界にも足を踏み入れました。マリー・ルイーズはフランスの金融界において影響力があったフェレイ修道院長を通じて当時のフランスにおける税制の徴収と管理を担う機関にアクセスできるようになりました。つまり財政的な情報や機会に直接触れることができるようになったのです。そしてマリー・ルイーズはこれを利用して自身の資産をさらに拡大していき、自分の経済的な地位を強化していったのです。そして1783年に2番目の夫が亡くなり、一部の不動産を売却する必要が生じました。そして1789年にフランス革命が勃発すると、彼女の身の安全は脅かされるようになり、一時は逮捕され刑務所に収容されましたが、息子と甥の影響力により処刑を免れました。革命後彼女は議員の男性と結婚しましたが、この結婚も短命に終わり、その後彼女は再び不動産を売却し穏やかな引退生活を送りました。マリー・ルイーズは孫とひ孫たちの成長を見守りながら、1814年に77歳でパリで亡くなりました。彼女の人生はフランスの歴史の重要な時期を通じて多くの変化と試練を経験したものでした。とはいえ彼女は経済的な成功があったため、その生涯を通じてその経済は彼女の生活を支え、最終的には彼女が引退して過ごした残りの人生に安定をもたらしました。ヘレーネ・カロリーネ・テレーゼはバイエルン王家であるヴィッテルスバッハ家冒険に属する父バイエルン公マクシミリアン・ヨーゼフと母ルドビカのもとに生まれました。妹に後のオーストリア皇后として有名なエリザベトがいます。オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の母ゾフィー大公妃と母ルドビカは共にバイエルン国王の娘で姉妹です。最初、おばにあたるゾフィー大公妃に望まれ、有力な花嫁候補だったのは、妹のエリザベトではなく、姉のヘレーネだったといいます。ところが、お見合いの会場で、当初予定されていたヘレーネではなく、15歳の妹のエリザベトに一目惚れして、メロメロになった皇帝フランツ・ヨーゼフに一同はびっくり仰天。運命とは面白いものです。今日は、幸か不幸か、皇帝フランツ・ヨーゼフには選ばれず、歴史の主人公にはなり得なかったエリザベトの姉、ヘレーネの生涯を追ってみたいと思います。当時、オーストリアのウィーンでは、1848年革命の余波によって、フィルディナント一世が退位を余儀なくされた後を受けて、フランツ・ヨーゼフが皇帝として即位して5年が経っていました。フランツ・ヨーゼフ一世はロシアに次ぐヨーロッパ第二の大国の統治者で、その上容姿端麗の23歳。そんなフランツ・ヨーゼフ一世に全世界が注目していました。この若い皇帝は若い女性が憧れる全てのものを持っていたものの、ところがこの時フランツ・ヨーゼフの花嫁探しはとても難航していました。はじめプロイセン王家の王女アンナと会い、フランツ・ヨーゼフはこの美しい王女に夢中になったものの、当時のプロイセンの政策の長期的展望に合わなかったため、ベルリン宮廷はこの縁談を退けました。またザクセン王女シドニーとの縁談もやはり政治的理由からうまくいきませんでした。そこでフランツ・ヨーゼフの母ゾフィーは今度はバイエルンのヴィッテルスバッハ家の妹ルドビカの5人の娘たちに目を向けることにしました。ゾフィーは5人の娘たちの中でも特に長女ヘレネを気に入っていました。長女ヘレネは礼儀作法をわきまえた真面目で控えめな性格で18歳、23歳のフランツ・ヨーゼフとちょうど良いと踏んだのです。そこで母ゾフィーは
この二人のために偶然の出会いの場を時間をかけて綿密な計画のもとに準備しました。こうしてその偶然の出会いの場という名の一大イベントは1853年の夏、場所はザルツブルグの郊外にある高級保養地バートイシルでということになりました。作られたお見合いの日の当日の1853年8月16日、ゾフィーに招かれてやってきたビッテルスバッハ家の一行はミュンヘンから四輪馬車を走らせ、このバートイシュルに降り立ちました。馬車からまずルドビカ公爵夫人が降り、続いて降りてきたのは長女のヘレネに加えて次女のエリザベトでした。母ルドビカはあわよくばフランツヨーゼフの弟カール王子にエリザベトを寝合わせたいという淡い期待を抱いていました。カール王子とエリザベトとは5年前に会って文通をしたり贈り物をし合ったりした時期があり、お互いに好意を抱いている節があったからです。皇帝が待つ約束の場所、旧ホテルオーストリア、現在はバート・イシュル市立博物館の前に泊まった馬車から降りたビッテルスバッハ家の一行のいでたちは、驚くべきことに黒一色の服装でした。というのも、よりによって親戚に不幸があり、その喪服姿で皇帝の面前に出るのは甚だ不都合ではあったのですが、予定より1時間半も遅れて着いたため、礼装に着替える時間さえありませんでした。長女ヘレネと次女エリザベトは共に優るとも劣らない美人姉妹でしたが、ヘレネが長女らしい落ち着きのある整った美しさである一方、エリザベトは子供っぽさが残る生き生きとしたやんちゃな魅力を持っていました。この時黒い喪服は背が高く痩せておしとやかなヘレネの印象を暗く見せており、しかしながらエリザベトには似合っていて、スタイルの良さを一層際立たせていました。ルドビカ公爵夫人がこの美しい二人の娘を連れて皇帝フランツヨーゼフ一世の面前で挨拶をし、そしてまず長女のヘレネを挨拶を受けていた時、早くもフランツヨーゼフの目はヘレナを通り越して後ろにいたエリザベトの方に止まりました。そしてその一瞬で全てが決まってしまったのです。そしてこの最初のお茶の席は、そこに居合わせた人たちの日記によれば大変ぎこちないものでした。会話は途切れがちで、女性たちは落ち着かず服の端を指でもてあすび、フランツヨーゼフもあまり話そうとはしませんでした。しかし一つ明らかなことは、エリザベトの元気はつらつとした顔はフランツヨーゼフを魅了していたということ。フランツヨーゼフはエリザベトの方ばかり見ていて、ヘレネの方にはあまり興味を示しておらず、こうしてお茶の会はちぐはぐな状態のまま終わってしまいました。お茶の会に同席していたフランツヨーゼフの弟の20歳のカール王子は、5年前エリザベトにお熱を上げていたこともあって、一段と美しくなって現れたエリザベトの一挙手一投足を注視していたのですが、今回は兄も自分と同じようにエリザベトを見つめていることに気がついてしまいました。なんだか自分が先に見つけたいいものを兄貴が狙っている気がして、彼は後ほど母ゾフィーの部屋を訪れ、いつも弟はこういうことになると損をするんだよね、兄貴に優先権があることになってしまうんだと言いつけました。また翌朝になると、今度はフランツヨーゼフ自らが母ゾフィーの部屋を訪れ、母上、私の心は決まりました、シシーと結婚します、彼女以外の女性は私には考えられませんと言い放ちました。これには母ゾフィーは慌てました。これまでどんなことにも母に従ってきた従順な息子、当然これからもそれは変わることはないだろうと思ってきたのに、
想定外の息子の態度に困ったゾフィーは姑息な手段を取ることにします。その日は昼食会を行う予定であったのですが、口実を用いてエリザベトを出席させないように仕向けたのです。エリザベト抜きでの昼食会が始まると、前日の黒い服とは打って変わって美しいドレスを完璧にまとったヘレネは皇帝フランツヨーゼフとの会話の機会に恵まれました。しかし間もなく隣室から家庭教師と二人で昼食を取らされているエリザベトの苛立った大きな声が聞こえてきました。これといった理由も告げられずに家庭教師と二人での昼食を命じられたエリザベトはひどく不服だったのです。昼食会の部屋にはエリザベトの声が響いて、その場にいた全員は呆れたように顔を見合わせましたが、フランツヨーゼフだけがパッと顔を輝かせました。こうしてフランツヨーゼフによって呼び寄せられたエリザベトは昼食会に途中参加しますが、その後の昼食会の空気は異様なものとなり、部屋が気まずい沈黙に包まれたことは言うまでもありません。フランツヨーゼフが結婚の意思を公の前で表したのはそれから数日後のことでした。その日はフランツヨーゼフの誕生日の前日の舞踏会の日でした。ヘレネは白い絹の新調した華やかなドレスを、エリザベトは前から持っていた薄いピンク色のドレスを身につけて姿を現しました。そして舞踏会が終盤に近づき、いよいよ舞踏会最後のダンスが始まろうとした時、急にフランツヨーゼフがつかつかとエリザベトに近づき、ダンスのお相手を申し込みました。エリザベトはどぎまぎしながら皇帝に手を取られ、広間の中央に導かれていきました。それを見て周囲からざわめきが起こりました。出席者の中でただ一人をパートナーに選ぶというのは結婚の申し込みに等しい行為だったからです。皇帝陛下がヘレネ城ではなくエリザベト城を選んだ、人々の目の前で繰り広げられたその事態に人々の口から口へと驚きが伝わって、それがざわめきとなったのです。誰より衝撃を受けたのはヘレネでしたが、ヘレネは育ちの良い物事をわきまえた娘だったため、感情をあらわにすることなく妹と皇帝のダンスを見つめていました。この日の舞踏会はヘレネを絶望に突き落とし、その場の人々が皆事態を了解しました。妹に結婚相手の皇帝を取られて面目が丸つぶれのヘレーネ、その後ヘレーネはもちろん他にも結婚相手を探しますが、良い相手はなかなか見つからず、そうして2年が経ち、当時の王族としては生き遅れとされる22歳になってしまいました。妹に恥をかかされただけでなく、結婚相手がなかなか見つけられないヘレーネは深い鬱状態に陥りました。母ルドビカはヘレーネが世をはかなんで修道院にでも入ったらどうしようと焦って必死に縁談を探しました。そしてようやくオーストリア皇帝ほどではないもののとても良い縁談を持ってきました。お相手はトゥルン・ウント・タクシス公爵家のマクシミリアン・アントンという人でした。トゥルン・ウント・タクシス公爵家は郵便事業などを営むヨーロッパで一二を争うほどの大金持ちです。ヘレーネとマクシミリアン・アントンは顔合わせ、つまりお見合いをし、二人とも相手を気に入り、結婚に向けて準備が進められました。しかしようやく無事にと思ったのもつかの間、ここで問題が起こります。バイエルン王家であるビッテルスバッハ家の家長であるマクシミリアン2世が待ったをかけてきたのです。ちなみに当時家長が承認しないとその家の者は結婚できなかったのです。どうして大金持ちのトゥルン・ウント・タクシス公爵家との結婚に待ったをかけてきたのかというと、それはトゥルン・ウント・タクシス公爵家がただの大金持ちの貴族であり王族ではなかったからです。冒険とはいえ、バイエルン王家であるビッテルスバッハ家、ヘレネの家と
トゥルーンと託す公爵家では両家の釣り合いが取れていないということでした。しかしここで諦めたらヘレネはもう結婚できないかもしれません。ここでピンチのヘレーネに手を差し伸べたのは妹であるオーストリア皇后エリザベトとその夫のオーストリア皇帝フランツヨーゼフでした。二人はバイエルン王マクシミリアン2世を説得してヘレーネの結婚がようやく認められました。二人は過去の一件でヘレーネに罪悪感があったのかもしれませんね。こうしてヘレーネはめでたくトゥルーンとタクス子正子マクシミリアン・アントンと結婚することができました。結婚後ヘレーネの結婚生活はそれなりに順調でした。夫との夫婦仲も悪くなく2男2女を設け経済的にも恵まれました。しかし1867年、結婚9年目で夫のマクシミリアン・アントンが腎臓病で36歳で亡くなってしまいました。夫婦生活がうまくいっていただけにヘレーネはショックを受けますが、活発に慈善活動などを行い悲しみを乗り切りました。夫の死後、再婚なども望まなかったヘレーネは義父からも信頼されていたのでトゥルーンとタクシス家の事業にも参画するようになり、義父が亡くなった後は長男が育って家長となるまでトゥルーンとタクシス家の家長として家を仕切りました。その後次女が20歳で亡くなり、長男も22歳でこの世を去ってしまい、悲しみは続きましたが、次男に家督を譲ってからは信仰に身を捧げる平穏な生活を送りました。そして1890年、胃がんになって危篤状態になったヘレーネのもとに妹のエリザベトが駆けつけました。そしてヘレーネは同年5月16日にこの世を去りました。若い頃にはオーストリア皇帝との結婚に失敗して大恥をかいたり、なかなか結婚相手が見つからなくて辛い思いをしたヘレーネでしたが、ビッテルスバッハ家の5姉妹のうち一番幸せな結婚生活を送ることとなったようです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。